ターゲットから出た新しいニューボードよいしょアスパーこんな感じの入れ物に入ってます。じゃあ開けていきますか。よいしょよいしょニューボードこんな感じになってます。ボードの感じはね、でも音もすごい良さそうですね。硬い。あとでまた投げて音の感じを見ていきたいと思います。ブレードも出っ張ってなくて、まあ、でもね、最近のブレードはこんな感じだとは思うんですけど、ナンバーリングがプラスチックっていうのと、このボードのマークがこうどこへ回してもちゃんとまっすぐになるっていうとこかなって思います。こんな感じです。おいくらなんですか。値段はこちらです。裏側はこんな感じです。ということで、じゃあ投げていきましょう。チキン。うるさい。簡単です。さて、かけていきましょう。これをこう、こんな感じで、熱かった。こんな感じです。あとは投げていきます。じゃあちょっと投げていきたいと思います。ちょっと話しながら投げようかなって思うので。こう見た感じは黒い部分が多いので、すごいなんかボード自体は視覚的にはちっちゃく見えるのかな。音はどうなんだろう。後でこう、音はなんかこうちょっと固めの音かな。結構このナンバーのリングがちっちゃいので、ダブルがなんだろう、大きく狙えるというか、ダブルは狙いやすそうですけど、下のダブルとか特にこうなんだろう、めっちゃ外してるけど、ここの幅がイメージだとこんぐらいのイメージなんですよね。見えてんのかな。なのでナンバーがこの辺まで来てるイメージですよね。この辺までちょっと出っ張ってるイメージだけど、これがない分なんかこうストレスなくダブルが狙えるのかなと思います。うん、いい感じ。音はちょっとなんだろうな、まあ私の部屋が湿気が多いからかもしれないけど、まあでもこんなぐらいのいい音かな。中心はやっぱり詰まった音が、後ろがネジが壁側にくっついてるんで、もっと多分こうしっかり空間、後ろの空間を
詰めればもっと硬いいい音がなるのかなと思います。うん、なんかでも全体的に黒が多いからお部屋とかはスタイリッシュに見えるのかなって思います。なんかこのワイヤーのねナンバーリングが白じゃなくて黒なのもやっぱりこう大きく黒く見えるからすごいマッチします。黒い壁にはすごいマッチしてるように思うんですけど、どうなんだろう。みんな入った。こんな感じでじゃあ終わりたいと思います。ということでこんな感じでアスパーボードの使用感をお届けしました。ぜひ皆さんもね実際投げる機会があったら投げてみてゲットしてみてください。ありがとうございました。